幸せにしてください。父さんみたいな医者になろうってそう決めてたんだ。絶対やめて出てってやるんだ。かっこいい。たけし、あいつ今俺どこで何してんだろうね。俺は絶対あいつ許さないからな。俺が悪いんです、大悟のことは。なんでそんなや。幸せにしてください。反町っていう男知ってますね。殺されました。死ぬわけにいかないんですよ。薫には連絡したのか。こんな時にあんな奴のことに巻き込むな。俺そのためだったら人殺しだったらなんてできるよ。大悟、あいつだって学校行きたいんだよきっと。俺別に諦めたわけじゃねえから。大学生がなんで受験用の参考書なんて持ってるんだよ。役変わったんだよ。準主役、仲間だったじゃない、哲夫と武志。そんな面したお前見たくねえんだよ。場合によっちゃ俺あの野郎ぶっ殺すぞ。なかったことにしてほしいんだ結婚。もっと早くここで知り合いたかったな。お前俺の何が分かってんだよ。帰れ。守れ。先生に抜けなさい。早く守る。おい守る。私会社辞めようと思って。まさかそんなことして俺が喜ぶとでも思ったか。起きろよ、守れ。起きろっつってんだろ。おい、ふがきや、こら。殺せっつってんだ。私とこに返していただけませんか。私がたけしと会ったら壊れちゃうような仲なの。絶対に負けません。哲夫はいつでも正しいわ。俺に預けてくんないかな。しんちゃん結婚しよう。マジありがとう。そんなにあの仲間がいいんですか。たけしのためなら死ねるって。決算を返して。警察行きます。私の負けだよね。そういう人を選べって言ったじゃない。俺の人生だろ。俺の好きに変えたっていいじゃねえかよ。
なんだお前。萩原正人です。武田真嗣と申します。鈴木杏樹です。達成理です。富山京子です。ジャニーズ事務所の木村です。今回は思いっきり肩に力を入れて自分一人だけガンガン前に出てですね、完全燃焼したいと思いますのでよろしくお願いします。プリティーウーマンという映画で言うと例えようがないなと共演者の方々をはじめスタッフの方々と、楽しい日々が過ごせるといいなと本当心から思っています。頑張りますのでよろしくお願いいたします。友情の温かさとか儚さが伝わったらいいなって思ってます。本当にこの作品に愛情をたっぷり注いで頑張りたいと思います。頑張りますのでよろしくお願いします。百聞は一見にしかずのドラマを作りたいと思いますので、よろしくお願いします。